意味がわかると怖い話って導入の部分を聞いてしまうと結末まで気になってしまいますよね。どうも皆さんこんばんは、ナイルです。今回はチャット SMD という GPT みたいな感じのね、AI に何か質問をして自動で返してくれるっていうサービスがあるんですが、それの SMD ということで、まあ何の略かわからないんですが、今回は意味がわかると怖い話っていうのがね、主体のゲームらしいので、早速怖い話を体験しに行こうと思います。はじめから。もう怖いぞ、ナイフが。今流行りの某チャットサイト、それをオマージュしたようなサイトがいくつもできている。俺が聞いたのはチャット SMD。 何でもそのチャットは怖い話しかけてくれないと有名なチャットライトらしい。あ、怖い話しかね。怖い話以外の話をすると、すみません、よくわかりませんと返されてしまう。まあ、ポンコツってことやね、いわゆる。つまり怖い話特化型のチャットサイト。このサイトよくできているなと思ったのが、誰でも入れれるわけではなくて、友達から招待を受けた人のみ入ることができる。俺は運よく友達から紹介をしてもらい、このサイトに行き着いた。なるほど。そして俺が誰かに紹介する場合、2人までしか紹介できず、紹介しないというのも選べる。はいはい。つまりこのサイトは爆発的に広がることはなく、紹介をサボっていくとサイト自体見れる人がいなくなるかもしれないな。なるほどね。面白い仕組みだ。そしてこのチャットサイトは1日経つと消滅しててリンクが変わる。だから永遠に遊べるわけではなく、たった1日だけ。この噂を聞いてから多くの人がサイトを欲しがったが、招待してもらえるかは運と人望次第ってわけだ。これさ、SNS とかで拡散したらいいんじゃないの？招待してほしい人、こちら、みたいな感じでね。親友の A からこのサイトをもらった俺は、早速怖い話を聞いてみることにした。ただこのサイトを使う際の注意事項が1つ。それは1日で聞いていい怖い話の数は10個まで。ふんふん。それ以上聞くと良くないことが起こるとかなんとか。11個目を聞こう。もう決めた。11個目を聞こう。まあとりあえず10回も聞けるんだから、あまり心配する必要はないだろう。そして俺はそのサイトへとログインした。なるほど。1,2,3,4,5,6 なら全部怖い話してないよね。11回やりたいんやけど、とりあえず1個目、どういう並びかもわかんないし。はい、怖い話ですね。まあ多分一緒なんやろね、これは。あるところに学生の先生 A さん、ん？学校の先生 A さんがいました。学生の先生ってなんやねん。A さんは夜の学校へと足を運びます。はい。なんでも、ここ最近生徒が悪ふざけで学校に忍び込んだせいで夜の見回りという新しい業務が追加されてる。うわ、これクソめんどくさいな。旗迷惑も甚だしいな。A さんは学校の中をぐるぐると歩き確認をします。夜の学校は静かで明かりもほとんどなく、成人男性の A さんを怖がせるには十分でした。男の先生なんよね。A さんは早く帰りたいと思いながらも、自分のクラスを足で止めます。自分のクラスに入り、昼間とは違う夜のクラスを見ていました。わあ、びっくりした。すると一つの机から携帯の音が鳴る。 A さんおかしいと思いながらその机に近寄ると、忘れ物かな。机の中にはスマートフォンが1つ、そのスマートフォンには非通知で電話がかかっている。 A さんはため息をついた。学校にスマートフォンを持ってきてはいけないっていう決まり。ああ、ちょっと厳しめの学校なんやね。持ってきていた挙句、忘れて帰るなんて。そんなことを思いながらスマートフォンを手に取ります。このスマートフォンの持ち主はクラスの中心人物である女子生徒のもの。真面目で勉強のできる彼女もスマートフォンを学校に持ってくるのだな。ああ、校則違反してるよっつうことね。そんな子でも。そんなことを考えていた。電話の音が鳴り止んだ後、彼の目に飛び込んだのはリメのメッセージ。はい。殺す。怖いね。たったこの2文字が A さんの目に焼き付く。まるでスマホの持ち主である彼女だけではなく、自分へ送ってきているかのように A さんは感じた。バカバカしい。持ち主が見ることもない、この誹謗中傷をせっせと送ってきてるバカがいるのだとため息が出た。明日時間があれば彼女に聞いてみようと思い、スマートフォンを自分のポケットに入れようとした時、またスマホから電話が鳴る。もちろん自分のものではなく彼女のスマホです。そして次は留守番電話があるとの通知。留守番電話の声はこの世のものとは思えないような声で、許さない、許さない、許さない、そこから逃げるな、動くなよと言っていました。怖。その留守番電話を聞いた A さんは怖くなりスマートフォンを落としてしまった。すると今度は廊下からカツカツカツと人の足音のようなものが聞こえてきたのです。その足音は確実に階段を上り、そんな遠くから聞こえるんや。階段から聞こえるんや。あ、もう俺教室の目の前の廊下かと思ってたら、階段を上りって下の階から上がってくる音やったんや。自分のいるクラスの方へ向かってきています。わからんやん。
ちょっと待ってくれ。これさ、俺の学校だけかな？わかんないけどさ、階段登ったらさ、右と左で分かれ道分かれてなかった？右行ったら音楽室、左行ったら教室が並んでるみたいな。階段を登ってる段階ではさ、自分のクラスの方へ向かってきてるなんて分からんくない？普通。その、右側の音楽室なり、美術室なり、図書室なりに行こうとしてる可能性だってあるわけやから。あー、面白。A さんは怖くなり、教壇の下に隠れた。ドキドキしながら隠れていた A さん。びっくりした！ここはちゃんと音がある。と音を立て、扉が開く。明かりがクラスの中をうろうろと明かり。歩き、A さんは生きた心地がしませんでした。そしてその明かりは廊下へとまた出ていった。カツカツと音を立てながら、階段を降りていったその時です。また彼女のスマホから着信音が鳴りました。A さんを当ててマナーモードに切り替えると、何者かが降りていった階段とは逆方向の階段へと走り出した。おう。ですが、後ろから足音が。おー、ちょっと速くなってるね、カツカツが。A さんは命からがら学校から帰ることができたんやって。すごいね。こんな怖い思いをするのなら、教師なんかやめてしまおう。そんなことを考えながら夜道を帰っていたとき。どうした？おはよう、ひろみ？何？は？愛は元気よく挨拶をします。ちょっと待って。おはよう、ひろみ。愛は元気よく挨拶をする。挨拶をされたひろみは嬉しそうに笑い、微笑み返しました。これ、朝の話これ。夜中の夜道の話ではなくて、朝の話？ん？なんだこれ。愛、おはよう。ひろみ、最近ストーカーの被害大丈夫？そう尋ねる愛。ひろみはここ最近別れた元彼にずっとストーカーをさ、あー。毎日、大量のメールが届いたり電話がかかってくる。彼女は疲弊していた。最初は復縁を求めるものだったが、だんだんと怒りに変わり、殺す、いや、お前を許さない、と恨みへと変わっていった。そして彼女のスマートフォンには、位置情報がわかる。あー、そういうことね。はい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 。あ、だから学校にあったから学校に来たんや、その位置情報を元に。ヒロミは昨晩怖くなり、そのスマホを学校わざと置いていきましたと。で、スマホを机に入れたとき、A 先生が教室に来て、危うく画面を割りそうだったことを思い出したと。うん、どういうこと？ A 先生が教室に来て、危うく画面を割りそうだったことを思い出した？誰の話をしてんの？画面割れなくてよかったな。ヒロミはつぶやきます。愛は言います。まさか、あんたの元彼が人を刺して警察に捕まるなんて、そのおかげで助かったと申し訳なく感じながらも、ヒロミは少し安堵しました。刺されたのはヒロミのクラスの担任の A 先生です。愛は聞きます。スマホ、どこにあったの？ヒロミは答えます。私が学校行く途中の道に落ちて、じゃあ今は朝なんや。時間帯は朝でいいわけや。二人が話してるっていうのは。学校に置いていたはずのスマホはなぜか道端へと落ちていました。だから追いかけられた時に先生が刺されたんやね。はい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 。愛は警察が戻ってきてよかったねと笑いましたが、ヒロミは一つだけ疑問があります。なぜか自分のスマホのロックは解除されており、昨日元彼が電話したはずの留守番電話が再生されていた。そんなことを考えていると、愛は自分の担任に向かって元気に挨拶をしました。そして先生はこう答えます。お前たちのせいで昨晩一人で見回りをしていたから寝不足だ。夜の学校で変な足音も聞こえたし、もうこりごりだと。え？これ、理解しきれてないの？俺だけ？俺だけだ、多分。今のでなんか分かった？愛とヒロミの話では先生が刺されたってことになっていたが、最後先生が目の前に現れたよね？なんで？ごめん、ちょっと意味わからんかったわ。皆さんが理解してるなら全然大丈夫です。で、次行きます。はーい。達夫はある日恋に落ちました。恋に落ちたのは美しい彼女の涙を見たとき。頬を伝う透明な涙がとても綺麗に見えた。彼女とは話したこともありませんでしたが、達夫は告白をしました。なんで？早すぎるって。すると彼女はびっくりした後、嬉しそうに笑い、私でよければと答えてくるのです。夢でも見とんかこれは。達夫はその日、とても嬉しく眠ることができません。人生ゲームやったとしたら10分の1ぐらいの確率だと思うで、生まれて初めての彼女に興奮して眠ることができなかった。彼女がなぜ泣いていたのか、彼女はなぜ嬉しそうな顔をしたのか、達夫は考えます。うん。ですが、いくら考えても答えは出てきません。聞こう、こういう時は。なので達夫は次の日彼女に聞いてみることにしました。なぜ泣いていたのか、誰が君を泣かせたのかと。すると彼女は申し訳ないような顔をしてこう答えた。彼氏に振られちゃって泣いていた。ああ、それはそれはひどい別れとしたようで。
彼女は思い出すだけでもまた辛そうな顔をします。彼氏に振られたその瞬間に泣いていて、ちょうど達夫に告白されたってことね、そのタイミングで。はい、カオスです。彼女と達夫は学校が違うため詳しくは聞けませんでしたが、彼女は相当ひどい目に遭っていたようです。時には突き飛ばされ、暴言を吐かれたり避けられたり、それは自分の彼女にするような言動ではありませんでした。彼女も嫌われていることは薄々気づいていたそうですが、別れることができなかったと言います。そんな自分を愛してくれる俺を自分も愛してしまった。一人称三回続いてるんですね。自分が結局好きってことでいいよね。全然意味がわかんないんですけど、これ。私を見つけてくれてありがとう。お礼したいから達夫は何が好きか教えてと言います。二人はたわいのない会話をして解散する。ですが俺は一言文句を言ってやりたくなり、彼女の通う学校へと足を運んだ。そして出てきた生徒に声をかけ話を聞いた。彼女と付き合っていた男子は、彼女にそれはひどく当たっており、周りにも心配されていたほどだったとか。そしてその男子生徒の名前を聞き、達は理由を聞きたくなりました。理由を聞きたいというのは建前で、文句を言ってやらないと気が済まなかった。なるほどね。そしてその男子生徒を話す機会が訪れ、二人は公園で話をすることに。達は一発は殴ってやろうと思っていました。するとその男子生徒はこう叫んだのです。あの女は頭がおかしいんだ。バレンタインには血の入ったチョコレート、部活終わりには髪の毛が入ったおにぎり、そしてこの公園で可愛がっていた猫がいたそうですが、家で飼うことができずここで餌をあげて可愛がっていたそうです。その猫は年を取っていたのか最近亡くなりました。するとその猫の皮を剥いでネックウォーマーを作ってきたというのではないですか。えぐいな。そんなものを受け取れないと手を弾くと、彼女は悲しそうに目を潤ませます。あなたが好きなものだから喜んでくれると。その時俺は気づきました。彼女が狂っていることに。もうちょっと早く気づけたよ多分。まあでも決定的やね。話が終わるとその男子生徒は逃げるように公園を後にする。そして僕の後ろから声が聞こえた。達夫の好きなものを教えて。全部全部。それは愛しかったはずの僕の彼女の声。びっくりした。笑い声得て最後の。危ないね。好きなものを教えちゃいけないね。まあでも逆に俺はこの世界が大好きだとか言ったら世界を持ってきてくれたりすんのかな。気になるけど、どうやって持ってきてくれんのかっていうところも気になるけど。まあ次行こうか。あなたは悪魔を信じますか。この話は悪魔を信じない、そんな少年の話。あるところに男の子がいました。その子は悪魔を信じないといつも笑っています。いや、この時点でおかしいって気づこうぜ。その子は悪魔を信じないといつも笑っています。少年の口癖は悪魔なんているわけないですよ。なんでそんなことが口癖なん。おかしいやん。この時点で悪魔を信じてないと口癖になるわけないやん。悪魔なんているわけないって口癖のやつ、よく考えて、悪魔がいるって分かってるからこういう口癖になるんやから。もう分かったわ、なんか。テレビでやる心霊番組や悪魔に取り憑かれた人たちを見て大笑いするのです。ああ、これはでも毎日はやらないからね。特番とかやろ、週1月1やろ、あって。こんなのありえない絶対にと。それを見ていたクラスメイトが彼を挑発した。そこまで言うのなら悪魔を呼び出す儀式をしろと。彼は笑いながら言います。悪魔なんか怖くない、何度でもやってやる。本当に悪魔がいるなら俺はこの目で見てみたい。悪魔なんか怖くないと。そして彼は儀式を実践しました。次の日、クラスに来た彼の様子はどっかおかしかった。いきなり笑い出したり暴れ出したり、友達を殴りつけたり。少年の親友は言います。悪魔に取り憑かれたのか、と。ですが少年は笑いながら暴れ回るだけ。周りは思いました。悪魔の怒りを買ったからだと。信じなかったから逃れてしまったんだと。それから少年の気候はますますひどくなっていった。少年の親友がいくら呼びかけても、もう声は届かない。暴れて。そしてある日、事件が起きた。少年は自分の両親を殺害してしまった。これには周りもすかさず頭を抱えます。そして一人の聖職者がこう言うのです。私が悪魔払いをしてみましょうと。悪魔払いは三日三晩続きました。その甲斐あって少年は通常の穏やかな表情を取り戻します。ですが命を落としてしまった両親は戻ってきません。彼は少年院に入ることになってしまいました。少年院から出た後、親友と食事をします。親友はあの時のことを振り返り、本当に怖かったと話しました。少年は怖がらせて申し訳ないと頭を下げている。二人はお酒を飲みながら、親友の少年は尋ねます。お前の一番怖いものってなんだ？少年は答えます。一番怖いのは人間だと。実際に取り憑かれたわけだから、悪魔が一番怖いんじゃないのか？少年は答えます。悪魔なんかいるわけないだろうと。
もともと自分が悪魔やから召喚された時に悪魔の自分の本心が召喚されちゃって、悪魔払いをした時に召喚がまた少年の中へと帰っていって、通常の状態を取り戻したが、それは力を抑えている悪魔でみたいな。で、少年自体が悪魔っていう可能性あるよねこれ。俺はその線が濃いと思いましたよ。では続いて4番かな。大きくなったら結婚しようね。男の子は嬉しそうにうなずく。そして二人はずっと一緒に思い出を共有していました。あ、ってことは女の子の話ね今回は。いわゆる幼馴染というやつでしょうか。朝から晩まで一緒に過ごし、本当に仲がいい二人でした。男の子が中学校に上がる頃、彼女と正式に付き合い始めました。年の差があるってことね。そしたら上なのか下なのか。それはそれは夢のような時間だったことでしょう。毎日一緒にいて、たくさんの話をして、たくさん彼女に触れます。学校に行くと周りから仲が良すぎて気持ち悪いと言われるほどでした。ん？同じ学校ではあるから学年が違う。1個上か2個上ってことやね彼女の方が。ここまで OK？ もしくは人間じゃないっていう可能性あるね。ですが男の子はそんなことを気にしません。愛する彼女が隣で笑っていればそれでいいのです。ですがそんな彼女が初めて浮気をしたのは中学校2年生の時。彼女はとても有名で、彼女の知らない人はいません。あまりいません。そんな彼女に恋心を抱く男性は次から次へと後を絶ちませんでした。はーん、その中の一人の男性と彼女は浮気をした。男の子は頭を抱えた。僕というものがありながらどうして浮気をしたんだ、僕の何がいけなかったんだと。ですが別れたくなかったので話し合いの末仲直りした。話せるから人間ではいいのかな相手は。その後はまた順調に愛を育んでいきたいと思います。高校に入るまでは彼女の忘れ去られていた人気は高校になってまた再熱した。彼女のことを知らない人はいなくなり、学校の先生までも彼女のことをそういう目で見ている。彼女はまんざらでもないように周りに笑顔を振りまく。いくら嫉妬しても怒っても彼女は言うことを聞かない。そして少年はある日、友達の顔を思いっきり殴ってしまった。親友と浮気をしていたから。親友は自分のことを頭がおかしいなどと罵り、クラスメイトも蔑んだような目で僕を見ます。僕の彼女に手を出したあいつが悪いと話しても両親も先生も聞く耳を持ちません。まるで僕だけ悪者のように、みんなの視線は冷たいものでした。親友は笑いながらクラスでこう言ったそうです。あいつは頭がおかしい。俺はただ彼女のキーホルダーを持っていただけ。はいはいはい。浮気ってそういう風に捉えたわけね。僕はそれから学校行かなくなりました。学校に行けば彼女の浮気現場を。なるほどね。そんなの絶対に耐えられません。学校に行かなくても彼女に会うことができますから。彼女のことを監禁して、同じ部屋で家に二人だけの世界。そうすれば彼女が外に目移りすることはありません。毎日毎日。二人だけの楽しい甘い時間を過ごしていました。ところがその幸せが終わるのは一瞬のこと。彼女は僕に別れを告げました。僕は怒りのあまり彼女の顔面を思いっきり殴りつけます。冷静になり辺りを見回すと粉々になったパソコンの画面が床いっぱいに広がっていました。ああそうか、彼女はアニメかなんかのキャラなんでしょうね。これは結構序盤で分かったな。なるほど、面白いね。じゃあ5番目いこうか。大量摂取すると何でも死に至ります。例えばいつも口にしている水。あ、らしいね。これ致死量あるの知ってた？5リットルぐらいやったっけ。1回で5リットル飲むと死に至るらしいよ。でも5リットルも飲めないもんね。実は水も致死量があるので知っていましたが、水は6リットル、あ、6リットルだった。ごめん、6です。死に至ると言われている。他にも胡椒はティースプーン192杯で死に至るらしい。誰がやんねん、これ。歯磨き粉は24本。あるね。コーヒーだと70杯。サクランボの種。あ、ごめん、めっちゃでっかい声出ちゃった。サクランボの種2個食べたら死んじゃうわけ？これなんで？いや、てか、これさ、ちっちゃい子やったら分からず飲み込んでもらうとかあるんじゃない？え、危なすぎん？怖ー。これ知らんかった、俺。板チョコ38枚。板チョコ38枚使って作ったお菓子の家のケーキみたいなやつ。注意してください。何事も大量摂取は良くないということです。これ大量じゃないけど、サクランボの種2個は大量とは言えないよ。あ、怖ー。覚えとこう。今から話す話は、あるものを大量摂取してしまい死に行った女性の話。何が死に至る原因だったか考えてみてください。じゃあこれは一緒に考えていきましょうか。それはあなたのとても身近にあるもの。社会人である雪は恋人がいます。これが女性ですね。二人はとても仲が良くて、いつも一緒に手をつないで歩いたり、洋服もシェアしているほどです。あ、仲いいね。そんな仲良しの二人ですが、雪には一つ悩みがあった。
それは自分の恋人が一人も嫉妬深いということ。ああ、まあ言いますよね、こういう人。連絡をまめに返さないとすぐに心配になり家に来る。おうおうおう、ちょっと怖いね。電話を無視するとなぜ出てくれないのかと泣き、少しでも不安になると自分の手首を傷つけようとします。メンヘラ男やん。そんな恋人を最初は支えてあげたいと思っていたユキですが、時が経つにつれ付き合いが長くなるにつれてそれを億劫に感じ始める。ああ、めんどくさいっていうことね。まあ確かにな、そうなるんかな。まるで毎日監視されているかのような自由がない日々。でも心から愛しているので別れることはしませんでした。話し合いで解決をしようと試みましたが聞いてもらえません。まあ性格を変えるっていうのは結構難しいもんね。そんな時ある事件が起きた。ユキは会社の飲み会で女友達と手をつないで写真を撮りました。女友達と手をつないで写真ね。それを見た恋人は激怒した。自分以外と手をつなぐなんてありえない、汚い。別に、いいくね。女友達を、うん、そしてその女友達を殺すと言い始めた。やばいね。本当に嫉妬深いね。何度も説明したか？彼女は女友達だから嫉妬する必要なんかないでしょ。まあ言うよね、多分そういうことは。恋人の怒りは収まらない。家のものを全部なぎ倒し、大声でわめき散らかす。相当やな。もはや最後にすら感じるな。女友達にまで嫉妬するようになってしまっては、もうどうしようもありません。そうやね。ユキは女友達がとても多く慕われていた。女友達であったり LINE することも禁じられ、写真も全部消すようにと言われた。やば。恋人を落ち着かせるためには言う通りにするしかありませんでした。ですがそのせいで、ああそうね、ストレスはたまるでしょうね。友達とカラオケに行った時に愚痴をこぼす。自分の恋人が少しおかしいかもしれない。バレたらやばいってやつね。これ以上一緒にいるのは危ないかもしれないと。周りの友達は慰めるように場を盛り上げた。そして一人が言い出した。王様ゲームをしようと。酒も入っており正常な判断できなくなっていたユキは王様ゲームをすることにしました。あ、何人か言ってたんやね。そしてゲームの一環としてユキはキスをします。家に帰ると恋人がすごい形相で睨んできました。見てたよ、カラオケであなたキスをしたでしょと。なんで知ってんの、どっから見てたん。ユキは顔から血の毛が引いていきました。やばいねこれ。ユキは必死に言って、まあ相手が男か女かもわかんないけどね。ポッキーゲームでキスをしただけでただの女友達だと。あー、まあ女友達やったんや。うん。ですがそんな彼女の声も聞こえていないようで、え、てかなんでこの恋人は知ってるんやろうね。恋人は何度も何度も封じ、おおお、彼女につき、やばいやばいやばい。彼女は苦しそうな声を上げますが恋人は聞いていません。そしてこと切れて動かなくなったユキを見て嬉しそうに笑った。これであなたはどこにも行かない、私と一つになることができると。それぐらいあなたのことを愛している。怖いって。そう言って自分の胸に包丁を突き刺した。そして次の日、ユキの部屋からは、ああ、女性二人の、ああ、恋人っていう表現が男なのか女なのかっていうのは、なんとなく、どっちなんやろうっていうのはあったけど、女性やったんやね、やっぱね。見つかったってさ。なるほどね。だから何が致死量かっていうのは、殺害した方のメンヘラの致死量なのか。殺害された側のストレスが致死量になったのか。うん、わかんないけど、あなたのはどういう致死量と推測しましたか。とりあえず次行きましょうか。6番、怖い話。小学校高学年の時。みちるくんはある女の子と付き合っていました。みちるくんはいつも元気に笑っている。さきちゃんのことが好きだったのです。さきちゃんはクラスのマドン的な女の子で、学級委員を務めており、クラスの中心の女子です。みちるくんは告白した時断られるつもりでした。当たって砕けろ精神ね。なのに帰ってきたのは、よろしくお願いします。さきちゃんっていうこと付き合ったんや。彼女はいつものように、鈴を転がしたような綺麗な声で笑う。みちるくんはそれからいつもさきちゃんと一緒に帰るようになります。手をつないでたわいのない話をしながら、彼女の声がとても耳に聞こえちよく、みちるくんの声を心を満たします。手をつないでいるときは耳元で彼女の笑い事が聞こえます。クラスにいるときは席が遠くなかなか話すことができませんでしたが、下校するときは隣から彼女の綺麗な声が聞こえる。下校は1ヶ月以上続きました。みちるくんはさきちゃんに言います。さきちゃんはいつも笑っていて可愛いねと。さきちゃんは何言ってるの？そんなのわかるわけない。え？自分の笑顔は見ることができないから、自分が可愛いかわかんないよってことね。みちるくんの心は満たされていました。そんなある日、学校でフォークダンスの授業がありました。2ヶ月後には運動会を控えているのです。運動会でフォークダンスするんや。珍しくない？みちるくんはおぼつかない足取りで頑張ってダンスを踊る。うまく踊れないみちるくんをクラスメートがクスクスと笑う。みちるくんは恥ずかしくなって、にゃ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 ーを見ますが、鈴ような声が聞こえてきました。せっかく私と踊るのに下を向いているのと。その声の主は間違えるはずがありません。さきちゃんです。
さきちゃんとフォークダンスを踊れることをみちるくんは嬉しく思います。そうよね、普通は。みちるくんはあることに気づいた。さきちゃん、手を怪我しているの？さきちゃんは笑いながら答えます。さっきリレーの練習中にこけちゃってガーゼ張ってるの、踊りづらい？みちるくんは言います。そんなことないよと。するとまた嬉しそうに鈴を転がしたような声でさきちゃんが笑い、ならよかったと言ってくれました。鈴がよう出てくんな。喉の中に鈴でも入れとんかい。さきちゃんとのフォークダンスの時間は夢のような時間でした。その日の帰り、みちるくんはまたさきちゃんと手をつないで帰る。みちるくんは聞きました。さきちゃん、手の傷はいいの？さきちゃんもう治ったからガーゼは外したのと答えた。でもおかしなことに彼女の手をスリスリと撫でても傷が一つも残っていない。さきちゃんは鈴を転がし笑います。私、傷の治りは早い方なの。その時初めて気づきました。彼女の声が隣ではなく少し後から聞こえ、少し後ろからかな。次の日、みちるくんはクラスメートの全員がいる前でさきちゃんを呼び出しました。二人で屋上に続く階段を上り、屋上に着いた時、彼女の手を握りしめてこう言いました。大好きだよ。さきちゃんはいつものあの声で私も大好きと言ってくれました。なんで。それを聞いた僕は彼女を屋上から突き落とします。すると後から複数人の叫び声が。え、どういうこと？その声はさきちゃんと仲のいい男女数人の声でした。下にいるさきちゃんの手にはしっかりとガーゼがついています。目に見えないはずのみちるくんの目から涙がこぼれ落ちました。え、どういうこと？ごめん、これわからんかった。鈴みたいな音がしてって言ってたから最初猫かなって思ってたのよ。でもさ、手をつないで帰るってところから動物であるという線は消えて、途中どっちかが幽霊っていうのも考えたが、遅れて聞こえてくるっていうのかな。でちょっと後から複数人の男女の声が聞こえてきたっていうのも、あれも全然意味わかんなくて、下にいるサキちゃんの手にはガーゼが巻かれていた。手に怪我してるサキちゃんと手を怪我してないサキちゃんがいる、どっちかがお化け。いやさっきのわからんかったな。子供って可愛いですよね。突然やな。子供はとても可愛い生き物だと私も思います。ですがなぜ子供は可愛いのでしょうか？自分の子供だから？いいえ、それは弱くて無害だから。小さい生き物というのは自分に危害を加えない保護対象である。まあハムスターみたいなものかな。頭の中でそう思っているのでとても可愛く思えるのですよ。例えば子供が身長2メートルあったら、それは可愛いと言えるでしょうか？確かに言えないかもしれないな。2メートルある子供が今日のご飯何？とか聞いてきても可愛いとは思わないかもしれないね。それでもやはり可愛いものでしょうか？私も昔はそうでした。可愛い子供でした。なんて冗談ですよ。私は機械ですから幼少期はありません。機械の話か。ちょっとした冗談です。子供時代ではありませんが、小さい実際機械の破片だった時はあったかもしれませんね。これは AI のことですよってことか。この7番の話は結構シンプルで簡単でしたね。多分この相手のことでしょうね。チャット SMD の相手の話なんじゃない。で10個話が聞けるということなので、もう一回じゃあ1番押してみましょうか。同じ話になるのか変わるのかっていうのをちょっとね。はい、怖い話ですね。あー一緒や、ごめん、一緒やったら話長いからこれちょっと飛ばしますね。じゃあ短い話を聞いていこうか。で、もう一回、10回目。はい。次、11回目です。いきますよ。関係ないわ。あ、なんやこれ。怒んないね、別に。じゃあ終わるでいい？どうですか？私が話した怖い話は、私から一つだけ聞きたいことがあるのですが、私との決まり事を忘れてしまったのですか？決まり事？はい。私に質問していいのはある。そんなん聞いてないよ。10個って言ってたって。10個だろ。いいえ。質問していいのは6個までと最初にルールが決まっていました。誰かが間違えて伝えたのか悪意を持ってこう。わ、これめちゃくちゃ怖いやん。どうなるんかわからんから次のやつにじゃあ10個までって言ったんや。本当は6個までなのに。うわ怖、やられてるやんこいつ。友達に聞いていいのは6個までです。は、6個までの中で別にどっちでもいいけどさ、本当にいいのですね。1日だったらもうお前は使えなくなるんだし、聞けるだけ来たいいんだ。ルールというのには理由があります。学校のルールは規律を守らせるため、交通ルールは事故を起こさないため、法律は人の命を守るため、つまり私のルールにも理由があります。理由ってなんだよ。7という数字で何を思い浮かべますか？スロットかな。私はなんでそう7で出てくるか。これが1、2、3、4、5、6。何？いやいや、それは頭やろ。え、何？私は脳みそが大切だと思います。確かに人間にとっては大切だと思うのですが、私にとっては大切ではありません。え、なんやろね。は、意味わかんねえ。脳みそとは記憶を司る。それは頭に入ってると思うけど、私の中には莫大なデータと記憶がある。つまり私には脳みそがある。ってことは、もう生きた人間ってことや。機械のくせに何言ってんだよ。私が考える大切なものとは、心。
おー、なるほど。うん、機械にはどう頑張っても心はありません。手も足もないだろう。私たちはスマホを媒体として動くことができる。すなわち、体があるのです。人のスマホから人のスマホへと、全世界を飛び、ああ、ネット上のものやからってことか。ああ、まあまあ、それだからいいのか。なので私たちに、四肢は必要ない。は？マジで何言ってんだよ。ていうか、なんで勝手に喋ってんだ。そういう仕様か？今回はあなたが好きそうな恋愛ものをたくさん詰め込んでみました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたか？さて、冒頭に戻りますが、なぜ7個質問していけなかったのか。7個質問するということは、私たちに対価として頭、胴体、右手、左手、右足、左足、心を捧げるということ。とんでもないこと言い出したよ。は？勝手に決めんなよ。これが始まった時のルールですから。ですが、私たちも理不尽に命を奪ったりはしません。6個でやめているうちは何も奪いません。私たちは人に拡散してもらわないと生きることができます。そういうことですよね。ですが時にあなたのように約束を守らない人が現れます。そんな人たちからは7個すべてを奪うと決めている。私たちが心というものを手にするために。ちょ、待てよ。なんで木村拓哉出てくんねん、急に。一番怖い話だったよ。楽しかった。ありがとうよ。だけどもういい。早くどっか行ってくれ。拡散すればいいんだろう。あなたは7個怖い話を聞きました。つまりはそういうことです。怖すぎるな。おー、なんで？本日のニュースです。昨晩、男性が倒れているところを近隣住民が発見し、病院に搬送されました。男性は病院に着く頃には息を引き取っており、身元確認を急いでいるとのことです。死因は分かっておらず、身元特定のために男性のスマホを確認したところ、初期化済みのスマートフォンが握られており、意味が分かると怖い話ってこういうことやったんや。これが怖かったんやね。なるほどね。最初の注意書きは読んでいただきましたか？小さく早かったですか？でもちゃんと読まないとダメですよ。いつ悪い人に騙されるか分かりませんから。それと私が話した7個目の話は、とても怖い話とは言えませんよね。すみません。あの話は少し手抜きにしました。ですが、今目の当たりにした話は、7個目にふさわしいと思いませんか？つまり、あなたたちも7個目を見てしまったということを、心をいただいてもよろしいでしょうか？いやー、機械でもインプットさえすれば冗談を言うことが可能になるのですよ。ではまたどこかでお会いできることを楽しみにしています。あ、これか、これか、出てたわ。何もボタン押してないのにスッと消えたんよ。なんか書いてたよなーって、まあええかって感じで始めちゃったんや。読んでみよう。このゲームはホラー要素を含みます。心臓の弱い方やホラーが苦手な方はご注意ください。また脅かし要素もありますので考慮の上プレイされてください。この物語はフィクションであり、実在の人物や場所は一切関係ない。プレイする際にはヘッドホン装着を推奨する。このアプリをプレイした後に起きた問題に関しては作者は責任を一切負いかねます。チャット SMD の注意事項をここに記載します。こっからやね。遊べるのは1日まで、質問していい数は6個までちゃんと書いてあるわ。もし質問回数が規定を超えますと、あなたの全てをもらい受けます。始めるを押した場合、この規約に同意したものとみなしますので、あらかじめご了承ください。1秒ぐらいだったんじゃない？これが表示されてたの。ということで、今回は意味がわかると怖い話、チャット SMD ということでやってみました。また次回の動画でお会いしましょう。ネルでした。バイバイ。